堀沢舞子は、日本の女性歌手である。愛知県名古屋市生まれ。国立音楽大学生学科卒。藤原歌劇団、オペラ歌手育成部卒。2001年、ファーストアルバムの、ソルアウラビータ太陽、風、生命をリリース。関西ヒリング1位を獲得する。日仏海会館共フランス語で歌うコンテストジェム、シャンテで、フランス大使館賞を受賞。 国内をはじめニューヨークなどの海外でも、コンサート活動を行いつつ、アーティスト、作詞家として、ワーナーブラザース映画、チャーリーとチョコレート工場、ポーラーエクスプレス、テレビ朝日ドラマ、最後の晩餐、コナミゲーム、ゾーン・オブ・ザ・エンダーズなどの作品に多数。他のアーティストに、詞や曲へ提供したり、社歌などの制作にも携わる。2006年3月、ニルギリスが歌う、桜に、 ポリサーの歌う、アメージンググレースが、マッシュアップとして用いられる。2007年、歌手活動を10周年記念として、セカンドアルバム、素晴らしい世界をリリース。そのレコーディングをきっかけに、2008年4月、竹内マリア、石川さゆりなどのサポートを務める日本屈指のギタリスト、千代正幸とのユニットエンジェルストリームを結成する。2008年、六本木ヒルズにて、 藤士フミヤラとセーブ・ザ・チルドレンコンサートに出演。エンジェル・ストリームとしてのファーストアルバムアベニュー・マリア、セカンドリバース・キット・カワレルをリリース。全国コンサートツアーを行う。2011年東京と名古屋にて眠れるコンサートを開催。心地よく眠れるようブランケットの貸し出しを行うなど非常にリラックスできるコンサートとして注目を集める。2012年 1>, 1日で感動的に歌がうまくなるコンサートを開催。オーディエンス参加型の歌がうまくなるコンサートとして大盛況を集め、その様子を収めた DVD をリリース。2013年、ソロアーティストとしての活動を再開。単身で渡米し、セリーヌ・ディオン、ホイットニー・ヒューストン、カーペンターズ、ケニー・ロジャーズなどのプロデュースを手掛け、グラミー賞に3度のノミネート、 エミー賞を5回受賞したプロデューサーのスティーブ・ドーフに出会い、世界で勝負できる声と認められて、アルバム制作が決定。リーランド・スカラー、ビニー・カリュートなどの世界屈指のミュージシャンとハリウッドのフルオーケストラを迎えて、サードソロアルバム、キンドレッド・スピリッツかけがえのないものを制作する。2014年6月25日にヤマハ・ミュージック・コミュニケーションズからアルバム、 キンドレッドスピリッツかけがえのないものでメジャーデビュー。スティーブ・ドーフにも認められた、堀沢舞子の声は特別なバイオンを持つと言われ、順天堂大学の自律神経の権威ある医師の下検証したところ、歌声を聞いた75%の人の自律神経が整えられ、数値レベルが改善する計測結果が出た。ストレスを穏やかにし、不眠にも効果を及ぼす。 音の薬として注目され始めている。近年は、ブルーノートや日本国内外の公演の他にも、出雲大社などの全国の神社にて、無償のコンサート、歌唱法の公演を行い、平和への祈りと心身の平安を願い、届けている。2020年、大河ドラマ、麒麟が来るにて、劇中華と気候にて歌唱。大河ドラマ気候でもその歌声が流れ、多くの反響を得る。 2020年4月29日、自身の初となる7曲入りのカバーアルバム、カランコエがダウンロード発売された。このアルバムには、大河ドラマ、キリンが来るの大河ドラマ機構で放映された、身の母なる大地が収録。堀沢舞子本人が作詞をし、戦乱の世で戦った英傑たちへの安らぎの時間を、思った温かい歌声が聞ける。自分の声が出なくなった経験から、 小竹術式丹田呼吸法を取り入れた喉に全く負担をかけない画期的な発声メソッドを開発。呼吸、身体の歪み、思考の癖を改善する画期的なレッスンとして口コミで広がり、海外、全国から受講生が訪れる。2007年にボイスメンタルスクールアマトムジカを開校し、スクール外でも NHK 講座、立教大学などで特別講演を行い、 リクルートエージェント、アビームコンサルティングなどの企業研修も行う。現在までに教えた生徒は、俳優、著名人、エグゼキュティブを含め4500人を超える2008年、オリジナルのメソッドを紹介したボイスとメンタルの本の執筆をスタート。2008年5月に、声が変われば人生が変わる。2011年11月に、1日で、感動的に声が良くなる。 歌も上手くなる。2012年3月に DVD 付き1日で感動的に歌が上手くなる。話す声も良くなる。2013年6月に1日でできる。声を変えればうまく話せる。声のコンプレックスを解消して会話上手になる。発声法14。2013年12月にたった1分間の微声レッスンから出版。アーティスト、著者、ボイス。 メンタルトレーナーとしての活動は、頻繁にメディアにも取り上げられ、朝日放送、おはよう朝日です。TBS、花丸マーケット、NHK 総合、首都圏ネットワーク、JWave、ハローワールドなどに出演する。ありがとうございます。